はい、こんにちは、西尾でございます。いや、ちょっと今日はですね、いつもと雰囲気が違う動画でございます。私のですね、チャンネル5月に入ってめでたく1万人を突破いたしました。ありがとうございます。で、前々からですね、私のチャンネル1万人を超えたらなぜタイに来たのか、それをお話すると、まあ以前からちょっとお約束してましたので、今日はその僕がタイに来ることになったきっかけっていうのをですね、お話ししたいなと思います。まずですね、僕は大阪で生まれまして、34歳まで大阪で住んでました。で、大阪ではですね、出版のですね、仕事に携わってまして、34の時に東京行って、東京でも出版の仕事してました。その東京の出版社っていうのもですね、超ブラックでして、当時ブラック企業なんていう言葉なかったですけども、僕は編集業をやりますわな。で、営業もやらされる。しかもなんかちょっと写真撮れたからカメラマンもやらされるみたいなですね。その割には給料は普通というような超ブラックな会社で働いておりまして、で、3年ほど働いてたんですけども。3年ほど働いた2011年の1月で、今でも忘れませんけど、真冬にですね、僕は家が高円寺の近くのですね、中野区の大和町というところに住んでたんですけど、そこからですね、会社がある西早稲田まで自転車でずっと通ってたんですけど、真冬1月のですね、寒い時期に私自転車を漕いでおりますので、もう今その時37歳だったんですけど、40歳になってもこの仕事するのかことがふとよぎりまして、自転車乗りながら、いや、これはちょっともう無理だなぁとなんとなく思ってたんですよね。で、そんなことを思った数日後ぐらいに撮影がありまして、その時ですね、いつも一緒に仕事させていただいてるカメラマンさんとのお仕事だったんですけども、その方からちょっとポロッとお話がありました。西尾さんと、今タイのバンコクで G ダイアリーっていう雑誌の出版している編集長が編集スタッフを探してる、誰か西尾さんいい人いたら紹介してくれませんかと、そういうお話がありまして、あれだったら俺行ったらいいんじゃねえかなとふとその時思ったんですね。僕タイには全く興味なかったんですけど、 G ダイアリーっていう雑誌は知ってまして、というのもその大阪の出版社時代にそのサンプルの雑誌が何個か事務所があったんですけど、その中に入ってたんですね。タイ好きな人が誰か入れてたんでしょう。 G ダイアリーってあの雑誌かと、ね、結構有名なですね、作家さんとか連載持ってたりとか、そういう真面目な連載記事あったり、あと夜のナイトライフ系の記事があったり、なんかなんか尖った雑誌でして、あの雑誌だったらちょっとやってみたいなと思ったんです。僕が手を挙げました。で、面接のためにわざわざタイ行くこともね、できないので、その日本がサイドにあった、会社のその時の役員さんかなの方に面接していただいて、それが確かに2月だったと思うんですけど、で、面接を通ったということです。でも、その後3月11日に大震災があって、ちょっと伸びてですね、タイ行くのが。結局タイ来たのが2011年の6月です。タイ行きました。で、 G ダイアリーの編集者としてやってまいりました。ところがですね、私タイなんて右も左も分かりませんし、タイ語も分かりません。全くタイが好きで来たわけでもないので、最初はですね、宿泊しながらでしたけれども、だんだんやっぱりそのタイ料理も好きになってきましたし、タイのこういった雰囲気もですね、非常に僕を魅了してくれて、居心地よくなってきましてですね、フィットしてるなっていう感じありました。で、2013年になりますと、当時、僕の上司だった、編集長ですね、その方がオーナーに解雇を言い渡されまして、で、僕がですね、G ダイアリーの編集長になることになりました。2013年からですね。で、そこからずっと編集長としてやったんですけれども、やっぱり時代はですね、もう雑誌不況です。雑誌が売れない、広告が入らないということで、もう2016年になってからですね、今でも覚えてますけど、大口の広告がどんどん落ちていきまして、もちろん売上部数も上がらない、どんどん下がっていってる。売上部数も上がらない、広告も入らないということはですね、やっぱ紙質を落としたりとか、ページ数減らしたりとか、そういうことをやっていくわけです、雑誌っていうのは。だんだんそうしていくと、やっぱクオリティは落ちていくわけですね、雑誌は。だんだん面白くなくなっていくと、どんどん売れなくなる。売れなくなりゃ広告も入らなくなる。どんどん負のスパイラルに入っていってですね、もうこれダメだなと、もう無理だなと。これ以上僕が編集長やっても V 字回復させることはできないなと腹をくくりまして、で、2016年の9月15日発売号、号数でいうと204号だったと思います。
休館、まあ、実質の廃館することにしました。であと残務処理とあってですね、で結局私はもう2017年翌年の1月に会社を辞めることにしました。で辞めてからどうしようかなと考えたわけですよ。日本帰るか、まずタイにいるかですよね。当時43歳だったんですけど、日本帰って再就職43で、雑誌編集者が経験あるって言ったらでもね、雑誌なんてもどこも募集しないし、そんな経験あったってどこも多分雇ってくれないんじゃないかなと思ったわけです。でタイに残るという選択肢だとすると、まあ、タイに再就職ですよね。タイに再就職するったってね、まあ同じ日本と同じでどうなんだろうな。タイ語もまあペラペラっていうほど喋れるわけでもないんで、ただタイ歴はね当時5年ぐらい住んでたんですけれども、どうなんだ、いまいちピンとこなくて、そこで3つ目 その起業という選択肢を選びました。旅行会社です。やったことありません、旅行会社。一度も旅行業に就いたこともないですけども、なんかやれると思ったんですよね。で無謀にも2017年の4月私の旅行会社トリプルを設立いたしました。まあ当然ね、旅行業やったことないですから、お客さんなんて持ってないわけですよ。まああとただやってたのが激うま大食堂っていうブログ、これはですね実は2015年からやってます。だからその G ダイアリーの時代と被ってますね。なんでこれやろうかなと思ったのは、僕はずっと紙媒体ばっかりやってたんで、このウェブとか全く詳しくなかったんですよ。なのでちょっとこう勉強がてらにブログを立ち上げてみようと、ワードプレスとか使って、それが立ち上げたのが激うま大食堂というブログでした。でそれをずっとまあ2015年から運営してて、実は2016年ぐらいからですね、月1回ぐらいそのグルメツアーみたいなのをやってたんですよ。まあそれがまあ旅行業につながったきっかけでもあったんですけども、なのでそれを使った集客っていうのはできますね、ブログ。でもそれだけではちょっとね、さすがに会社を運営するだけには利益出さないので、なかなかやっぱり最初の初年度は毎月ね黒にすることができず、1年赤字でした。まあ2年目からようやくちょっとね利益が出てくるようになって、3年目だから2020年、これから行くでという時にコロナでした。で今に至っておりますね。という感じで、私がまあタイに来た理由っていうのは、もう G ダイアリーという雑誌にまあ勤めたことがきっかけでした。まあ、G ダイアリーのおかげで本当いろんな人とも出会うことができましたし、いろんな経験もさせていただきました。まあ、いろんな体験思い出あります。まあ、僕は本当にね僕をタイとつないでくれた媒体ですので、いいきっかけを与えてくれたなと思います。ただこれからは僕はもう G ダイアリーはですね、もう卒業して5年になりますので、もう旅行業、あとまあ YouTube とかそっちの方でですね、これから頑張っていきたいと思ってますので、皆様からのご支援、ご声援よろしくお願いいたします。本当に1万人突破できたのは本当に嬉しい限りです。立ち上げた時1万人も行くと思ってなかったので、ありがとうございます。そして次はまあ一応2万人もゆっくりと目指していきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。